皆さんに質問なんですけど、急に荷物が届く経験ってしたことあります？何言ってんのって思ったかもしれませんけど、昨日起こったんですよ。なんか急にね、私宛に荷物が届きまして、なんこれみたいな、なんか最近買い物した記憶ないしな、というか、まあ一応、あるっちゃあるんですけど、だから電動が、買ったんですけど、まあ、そんな、こんなちっちゃいからさ、こんなぐらいの箱の荷物が届くんやったらわかるんですけど、いやなんかね、これ届いたんですよ。これ、でかー思って。いや、めっちゃでかくない？いや、めっちゃでかいじゃないですか。いや、これ届いてさ、何これと思って。要はカラーもの届いて、まあ、多分、私が買うものなんで、アニメ関連やと思うんですね。アニメ関連やと思うんですけど、全く記憶ないんで、あ、ならどうすんなら動画で開けようというところで、今回は謎の荷物を開封していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、早速開けていきたいんですけど、皆さんこういうのでどうやって開けます？こんなん性格出ると思うんですけど、私は割ともう無理やんこ開けますね。もう、無理やんこ、もう、わっさー言うて、もう、こんな、もう、雑にね、雑になんか、みんな、僕、どうやって開けるの？もう、なんか、ガガ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 ガ言うて、ね、開けさせていただきまして、なので、梱包されておりますわ。何かって、あ、なるほどね。これか。なるほど、というところでございましてですね。何が届いたか、まあ、一個ずつね、まあ、紹介していきますが、グッズが届きました。グッズ。いや、もう、こんな、覚えてないわって話なんですけども、まあ、一個まず見せますね。最初に、お見せいたしますのは、こちらでございますね。これを見せます。はい、こちらです。YouTuber っぽいことしまーす。これ。アクアね。アクアの缶バッジってことで、これもう、4ヶ月前ぐらいかな？ 4、5ヶ月前ぐらいにですね、推し残るね、なんかキラキラサマーくじっていう、そのオンライン一番くじがあったんですよ。それは私がね、10連だけ引かさせていただいたんですけども、それが、今更届くっていう、しかもこれ、サマーくじね。サマーくじやからね、めっちゃ夏の服装してるんですけど、もう10月やで。今日10月1日やで、ね、私の地区運動会や、言うて、でも雨降ったから中止になったんですけども、そんな時期に、いやでもまあ、可愛いよね。ね、アクア。いや、可愛いですよね。で、これ缶バッジがね、私あと2つありまして、ね、まずこれね、星の愛。愛の缶バッジ。可愛い！これ可愛いと。そして最後の缶バッジが、こちら。ルビーね、ルビー。いや、かわいいって、これ確かね、アクアとルビーと、アイしかないんじゃなかったかなって思うんですけども、まあこちらね、かわいらしいグッズが、まあ届きましたよと。ところ、いや、これはいいね。いや、どんどん開封していきましょう。たまにはいいでしょ？いつもさ、その、アニメの感想を語ろうか、ね、文句を言うか、みたいな。そんな動画しかね、私撮ってませんけども。ね、知ってました？アニメ系 YouTuber ってなんかこういうグッズ紹介とかもね、してるらしいよ。まあ、私あんましてこなかったけど、これがなんか、正統派、ね、アニメ系 YouTuber らしいんでね。そういうのもやっていきましょうということで。次はなんかストラップですね。アクリルストラップ。まず、こちら、愛。愛ね。あ、水着かなこれ。かわいらしいわ。かわいいわ。そして、これ一緒かな？これ多分一緒だね。一緒。二つ当たったんだね。はい。で、これが、はい。なんか、リアル。なんか、リアルな、ルビー。かわいいね。あ、まあ、一緒やわ。被ってるやん。10連しかしてないのに被ってるやん。めっちゃ被るやんと。ところでね、まあ、ここら辺は多分ね、結構当たりやすいグッズなんじゃないかなって思いますね。まだまだ開けていきましょうという前にね、推しの子ってさ、1時間半スペシャル ?90 分スペシャルだったじゃないですか。第1話って。では長いわ、みたいな。ちょっと見るのしんどいわ、みたいな言われてたじゃないですか。で、この前もさ、フリーレンね。早々のフリーレンがさ、もう2時間ですよ。金曜ロードショーで2時間ってことで、まあ、その第1話が長くなってる問題ってあるじゃないですか。まあ、前のクールで言うとね、バンドにね、It's My Go なんかも、あれも90分かな、3話連続放送したんですよね。で、ライザーのアトリエも1時間でしたよ、みたいな。でもさ、これは昔からあるじゃないですか。そもそも、フェイトゼロとか、UBW なんかも、確か1話1時間だったんじゃないかなと思うし、リゼロも1時間だったんですよね。だからまあ、昔からあるっちゃあるんですけども、やっぱ作品数もね、最近増えてるし、その、時間の使い方みたいなね、ところの考え方も変わってるからね、アニメを倍速視聴します、みたいな。で、早々のフリーでもさ、倍速視聴してる人っていいのかな？クソ意味ねえなと思うけれども。まあ、そういう時代だからこそ、この1時間スペシャルとかね、なんかいろいろと言われてんのかなみたいなね、思いますけれども、ちょっとさ、イラッとしてる人とか言ったらダメだね。ちょっと、あっと思ったのが、昨日ね、
あの、昨日私です。とある、秋アニメの作品をね、視聴したんですよ。ラグナクリムゾンだったかな。を視聴してさ、まあ、どうせ30分だと思ってたな、私は。あ、第1話30分かなと思ってさ、私配信サイト D アニメストアさんでラグナクリムゾン見たのね、第1話。で、配信サイトってさ、その時間書いてあるじゃん。何分みたいな。24分とか、なんか23分40秒とか書いてあるじゃないですか。そこパッと見たらさ、ラグナクリムゾン47分24秒って書いてあったのね。え？みたいな。心の底からね、マジでと思って、昨日早々のフリーレン2時間見たのに、今日は47分24秒も第一話見んのみたいな。で、早々のフリーレンは面白かったからいいよ。全然面白かったから、スーッと見れましたけども。ラグナクリムゾンはちょっと、あれだったんですよ。まだ見てない方多いと思いますので、ネタバレとかしないんですけども、なんかドラゴンと戦うみたいなお話なんですよね。まあ、正直これ24分でまとめれたんちゃうのみたいな内容でしたし、ラグナクリムゾンはね。で、なんか敵の動機ドラゴンがね、国を滅ぼすみたいな話なんですけど、それをまあ阻止していくみたいな話したんですけど、そのドラゴンが国を滅ぼす理由がしょうもないんですよ。まあ、ここをしょうもないと捉えるか、まあ、ドラゴンってなんか神みたいなね、立ち位置なんですよ。ラグナクリムゾンにおいては。だから、まあ、神様って気まぐれだよねっていうところの見せ方としては、ま、確かにそうなのかなって思うんですけど、私はしょうもないと思った。47分間もあってさ、それかいみたいな感じになったからさ、まあ、そこら辺もあれなんですけども、ちょっと長いのもいかがなものかと。私まだ3作品しか見てないのに、7作品分時間使ってるからね、秋アニメ。まあ、文句言ってもあれなんですけど、私は正直ね、昔からの流れ、1時間スペシャルが昔からあるとはいえ、正直1話は、30分にしてほしいな。正直、私は思う。私は正直、30分にしてほしいかな。まあ、早々のフリーレンも面白かったからいいけど、みたいな感じで、最初ちょっと腰重かったもんね。あ、2時間か、みたいな。これ見逃しちゃったらめんどくさいなとかも、思っちゃったし、あと、薬屋のお仕事みたいななんかあるじゃないですか。話題になってる、期待されてる。あれもだって最初90分でしょ？あれ多分、10月半ばぐらいから始まるから、帳尻合わせるためにね、3話ぶち込んだんかなって私は思ってるんですけど、あるでしょ？ちょっとな、みたいな。気持ちがありますねっていう、その雑談は置いといてね、余談は置いといて、グッズ開けましょう。うん。グッズをまあね、開けていきましょうよということで、次はこちらですね。これ何やろ、アクスタかな、これ。ミニキャラアクリルスタンドですね。これ1個しかないわ。1個だけ。こちら。愛ですね。愛の、アクスタですよと。いうところで、もう、なんか愛多いね。可愛いわ。まあ、高橋理恵さんやってますからね。高橋理恵さん推しとしてはね。愛が出るっていうのは、まあ、非常に嬉しいところでございますわ。そしてもう2個しかない。早思って。この動画超身近になるんちゃうのみたいな、思ってますけども。まあ、最後の2つですね。これ多分 A 賞かな。なんか結構上の賞やと思いますけども。こちらですね。愛の、フィギュアスタンド。まあ、さっきのはミニアクリルスタンドでしたけど、これは結構デカめのね、アクリルスタンドということで、愛ですね。いや、可愛いね。やっぱ愛ね。で、こういうアクスタってさ、アニメオタクの皆様ってどう使うのかはわからないんですけども、声優オタクじゃないな、アイドルオタクさ、こういうアクスタとかライブで使うんですよ。ライブで使ってさ、まあ、これもうちょっと使い終わった UO なんですけども、こう掲げてね、掲げて、こうすん、こうやってくるくるーってこう光らせて目立たせるみたいなことをさ、アイドルオタクの皆様はやるんですけど、恋歌とかアニオタの方ってすんのかな？ちょっと11月にさ、イベントあんのよ、推しの子。ちょっと、やろっから、やっかオタク扱いされるから、怖いからちょっと、あれなんですけど、まあ、愛が可愛いよっていう話ね。で、ところで、最後ね、最後これが、大目玉やで。これが、素晴らしいで、これは。いきますよ。マジで。ちょっと、開けるわ。これ、超ビッグアイテムやから。いきますね。こちらでございます。デーレン。デーレン、デーレン。逆ー。見えてます？はい。ルビーの等身大タペストリーになります。ちょっと、見ます。あららららら。これは、あららららららということでね。あららららららということで、まあ、等身大でございますけども、いいね。等身大。ちょっと、飾っとくわ。明日の動画から多分、明日はちょっと難しいかな。水曜日くらいの動画からちょっと後ろにね。現れると思うけど、ルビーが。ね、ルビーの多分、ルビーのこんな感じで映るんじゃないかな。こう、ここら辺に飾るとしたら、やっぱり、ね、やっぱこの大事なところが映るなというところで、いや、嬉しいね、ちょっと。推しの子の PV 再現します？なんか、推しの子の PV でこんなシーンなかった？こんな。
なんかこんなシーンあったでしょ。こんな推しの子のオープニングでさ、オープニング映像 こんなシーンありませんでした。こんなんなってさ、なんか愛がこんなになって こんなんしてるやつ全然伝わらんね。ということで今回は珍しくグッズ紹介というね、ゆるい動画でございましたけども、まあたまにはこんなもね、いいんじゃないかなと思った次第でございました。なんか思うことありましたらコメント欄でお願いします。チャンネル登録するかどうかはお任せするんですけど、ポストの方がどっかにあると思うんで、あと1分くらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーな気味でお届けでは。